はい、どうも皆さんこんにちは、キナダです。今回はですね、こちらですね、スーパーサイヤ人2のね、ご飯が近々登場するんじゃないかと言われているんで、そちらについてね、喋っていこうかなと思います。で、そのね、第一の根拠となるものがですね、ちょっとこれからのね、動画見せていこうと思いますが、そちらはとりあえず見てもらえたらなと思います。はい、てなわけで、これはですね、一本前にも紹介してると思いますが、レジェンズの、公式ツイッターでね、発表された新しい新キャラクターについての PV の、本当に最後の部分を、切り取ったものになるんですけれども、一番最後のね、ところに、なんか鳥のさえずりっぽいね、声、音がね、聞こえたんですよね。で、鳥のさえずりと聞いたらね、やっぱり最初に思い浮かぶのはあの名シーンですよね。ご飯が覚醒する、時のね、鳥の、声に似ているんじゃないかと言ったわけで、ご飯2のね、新キャラクターが来るんじゃないかと、一部で言われていますね。はい、で他にもね、ご飯2に関するまあ来るんじゃないかと言われている根拠を一応持ってきました。で最初に持ってきてるのが、さっき紹介したね、鳥のさえずりっぽいのが聞こえると言ったわけで、他になんか、考えられそうなね、ものがあったらぜひとも、教えてほしいなと思うんですけれども、で、後で紹介します。レジェンズの公式ツイッターでまたまた更新されました、ユニフラ追加についての告知なんですけれども、それがね、前回覚醒している16号、なんじゃないかなと言われていますね。で、16号だとしたらやっぱり一番ね、関連の強いキャラクターは、ご飯のスーパーサイヤ人2になってくるんじゃないかということで、そういった考察もされてますね。で、今日ですね、発表された PV の中で新キャラクターが2体確定したんですが、LL の目玉のキャラクターがですね、セルになって、で LL じゃない、まあ EX か SP かっていうのはまだ分かっていないんですけれども、ご飯が登場するわけなんですが、なんとね、スーパーサイヤ人2ではないんですよね。通常のスーパーサイヤ人の、ご飯が登場するみたいなんで、まだご飯2としての新キャラクターは登場しないんですよね。はい、でさっきも紹介した通りにね、ドラゴンボールレジェンズの公式からね、今日またユニクラグメントのね、追加について告知されていましたね。でいつも通りレジェンズリミテッドを除くスパーキングキャラクターのユニフラ追加と言ったわけで、まあこういうのは大体ね、前回覚醒しているキャラクターがユニフラでさらに強化されるみたいな感じになっているんですけれども、いつもね、このなんか、ユニクラグメントの絵柄の上下にですね、描かれている背景がヒントになっているみたいなんですけれども、ツイッターのリプ欄を見る限りですね、はい、こちらのね、16号ですね、人造人間16号が覚醒するんじゃないかと言われてますね。確かにむちゃくちゃ似てるなこれ。うん、まあ、ほぼほぼ確定なんじゃないかなとは思っています。まあ、セルがこの前ね、パーフェクトのセルが、覚醒して今回新 LL のセルなんで、まあ、単純に考えるんだったら赤セル、完全体の赤セルあたりが覚醒するんかなと思ってたんですけども、確かにこの背景を、照らし合わせる限り、16号に見えてきますね。はい、でやっぱり16号登場するって考えたら、まあご飯2、一緒に出るんじゃないかっていうのが、考えられますよね。でその他ですね、直結的なヒントにはなってないですけれども、まあ考えられそうな、ウルトラキャラクターですね、まあセル編のキャラクターが結構最近は集中して、強化されそうな気がするんで、まあセルゲームの時の悟空ですね、特にまあ瞬間移動カメハメハの、リメイクとかで、スーパーベジータですね、やっぱりファイナルフラッシュの LL 以上のね、レアリティで出ていないんで、ちょっとなんかウルトラで出そうな感もありますよね。で、まあ、ムキトラもあり得るんじゃないかなと思いますね。割とネタ寄りな、扱いされてる気がするけど、まあ、あの時のムキトラもね、かなり宣戦、してくれたんで、まあ、って感じはしますね。で、久しぶりになんか、イベントさんのウルトラとかも新キャラクターで登場してくれたら、嬉しいですよね。うん、特になんか初めて、スーパーサイヤ人変身した時のベジータとかね、まあ、あれは人造人間編だけど、まあ、そこら辺来てくれたら嬉しいなと思ってます。で大体のね、ウルトラの登場期間なんですけれども、いつになるんだろう、26日に新リミテッドが登場するということなんで、まあ、最低でも、3週間はね、空くと思うので、まあ8月の末ぐらいで考えておくんがいいんじゃないかなと思います。そのまま、セル編のね、強化が入ってきたら、まあ、8月のまあ30、31あたりにね、来るんじゃないかなと思います。
さあ、てなわけで最後にですね、人造人間16号の元のステータスだけ見ておこうかなと思います。このキャラクターですね、2周年のベジットブルーを一番最初にまともに受けれたキャラっていう認識があるんですけれども、どうでしょうかね。はい。人造人間の緑属性で、なんか覚醒した当時は覚醒1でも結構評価されてた気はするんですけども、まあさすがに古いよね。必殺が特大ダメージで自爆用ダメアップ。あ、そうだ、で特殊圧が無限に自爆用ダメージアップで、確かこの子の自爆が固定ダメージだったんで、特殊積むたびに、どんどん火力伸びて、なんか強いみたいな言われてた気はしますね。今でも自爆だけは火力めっちゃ出るんじゃないかな。で、その自爆ですね、大ダメージ与え、これは機械にはダメージ与えないんかな、うん、って感じですね。なんか悟空の何これ、バフみたいなのがあって、知らなかった能力もありますね。で、気力70回復よダメアップで、まあ正直言ってね、Z アビリティ微妙ですし、まあ人造の緑の全開アビはね、結構、まあ、珍しい気はするんでいいんですけれども、そこまで覚醒ユニフラ追加されて強くなるんかなっていう心配はありますが、でもあれか、なかなかいうダメージとかはもともと悪くない数値持ってたりするんで、まあ、がっつりまたねステータス超強化されたら、まあ、一応ね、呪縛持ちっていう面白い性能は持っているんで、まあ、ブルー悟空とかゴッペジもまあそこそこ評価されてるけど、まあ、ベジット登場して今微妙ですが、まあまあまあ、そういうねクロスアームガードとか、ブーの交代禁止とかなんかね突出した能力を持っていると割とね、評価が高くなるイメージはあるんで、まあ、自爆持ちの16号なんで、まあブルー悟空よりかは使われるんじゃないかなって気はしてますね。んで、緑属性の人造人間はマゼンタがいるんですけども、まあまたね、別の違った役割を果たしてくれるんじゃないかなと思うんで、まあそこら辺は楽しみだったりするかなと思います。で、他に、一応ね全開覚醒しそうな、あ、全開覚醒強化か、されそうなキャラクターたちで言っておくと、まあやっぱこのね、完全体セルとか、あとこのね金色のご飯ですね、初期のやつもワンチャン強化来ないかなとは言われてましたね。これの元々の背景ってどんなんだったっけ。あー、ちょっと違うかちょっと違う感じするな。セルは、セルちょっと似てなかったっけ。あ、こっちはなんかまだワンチャンそうな気はするけど、ご飯はちょっと違うかなって感じはしますね。はい、てなわけで、まあね、どんなキャラクターが強化されてくれたら嬉しいか、新キャラクターどれがね、来てくれたら嬉しいかっていうのをぜひともね、教えてもらえたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。